宮浩志、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷浩史です。モス小野大輔です。さあ、デスロードに突入したことでおなじみの DGS ですが、あ、ついに入っちゃいました。そうなんですよ、僕らの洋服も新しくなりまして、そうだね、3週連続でね同じ服着てましたから。そうなんですよ、はい、ただ1週だけになります、今回の服装は。全部言うね、全部言うんだ。だけどこの後6時間ぐらい、文化放送に閉じ込められます。お、6時間喋らないと出られないっていうミッションが始まるんで軟禁じゃねえか。そうそう、なのでね、あのね、カレー休憩が入りますよ今回。お、その分こき使われるわけだ。まあ、こき使われるのか、一応まあ義務としてね、我々のね、義務もやっとかなきゃいけないことはやっといた方がいいじゃないですか。仕事だよね。仕事だよ、うん、ただこれ僕さ何にも覚えてないから、あ、ちょっと楽しみですよ。ミートミート、何にも覚えてないからへーとか言いながら、多分まあ6時間ぐらい喋ることになるんだと思うんですけど、何これ何これ、そんなに覚えてない、全然覚えてないです。そんなに、はい、6時間新鮮な気持ちで喋れるぐらい。そうだね、まあ、映像っていうか、まあ、そんなに尺はないですけれども、6時間はまあ僕らがここにいる時間なんで。ああ、そうかそうか、そう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 、そう、ね、これからやるものに関して言うと、うん、多分まあ4時間ぐらいですか。今日は3、今日は3、3、4、どっちなんだよもうなんでそんなさぐちゃぐちゃなんだよ。まあでもそれぐらい、まあ頑張ってね、喋っていこうじゃないかということですよね。できればアイスも食べたいっす。あ、カレーだけだとな、カレーだけだとあれなんで、スイカバーくれよ。スイカバー、うん、僕ハーゲンダッツがいいですね。頼むよ。はい、カレー食べた後、まあちょっと喋ってアイス休憩を取り後半やりましょうか、ね、よろしくお願いします。はい、ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第852話、神谷先生背中が痛いです。あ、もうね、自己ドライバーの呪いですよね。もしくはゴルフクラブ振りすぎです、普通に。練習しすぎちゃった。ほんと加減がね分かってないんですよ、おじさんたちは。いい加減してください。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷浩史です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いた普通と紹介します、うん、ポンコツさんからいただきました。神谷さん、小野さん、こんばんは。小野さん、うん、先日とある番組で就寝前の飲酒について気になることが取り上げられていました。何ですか？それは就寝前に飲酒をすることによって寝つきは良くなるものの、うん、質のいい睡眠はできていない、はい、アルコールの利尿作用によって、途中覚醒を起こしてしまうといったことです、うん、一方で近年のとある研究にて、ノンアルコールビールに含まれているホップやギャバによって快眠効果があるようだといった結果も出ているそうです。なるほど。小野さん、オールフリーは朝4時ではなく就寝前に飲むといいかもしれませんねと。もうごもっともだね、うん、確かにそうだよ、ね、確かに朝4時に起きるのはそれだろうね、うんうん、まあそうだろうね、うん、飲酒によって寝つきが良くなっている、うん、から早く寝るけどまあすぐ起きるよね。あ、起きるね、確かに1回起きるよね、はい。いやー、でもなー、でもなー、なんだろう、すごいベタなことを言いますけど、何、あの一杯のために生きてるんだな。もうね、本当におじんなんだよね、言ってることはね。そうだね、ゴルフのやりすぎで体を痛め、そうなんだね、この一杯のために俺は今日頑張ったんだぐらいなことを夜中一人言ってるわけじゃん。言ってる。もう激烈おじんだよね。激烈を自分でも思うわ、確かに、うん、45歳。でも45歳ってこういうもんじゃないの、わかんないけど、うん、お酒ってなんで飲んでますか。酒は好きだからです。あ、好きなんだね。美味しいからです、はい、神谷さんは、あのね、うん、お酒ってなんで人が飲むんだろうなって思った時に、うんうんうん、飲めるからだと思います。お、飲めるから飲む、そうそうそう、ね、ほんとそんな感じなの。そうだな、だからほら20歳過ぎれば飲めるっていう資格を得られるわけじゃない、うん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 、そうだ、その視点で飲めるっていうなんか一個ハードルを超えられるわけよ、うん、でお酒を飲んで、あ、自分は飲める体質なんだっていうところで2つ目のなんか資格を得るわけ、う
でそういう飲めるっていう資格がいくつか積み重なった時に、自然となんか飲むっていうことが習慣になるんだと思うんだよね。自分は飲めるんだっていう権利として、そこに満足感であったりとか、そう自分が達成したような気持ちっていうのもあるんだろうね、っていう気がする。飲めない人がいる以上、飲めるっていうのがやっぱ自分にとって特別なことだって感じるんだと思うんだよね。確かにね、そうか、深層心理の中ではそれが働いてるのかもしれない。もしかしたらね。なあ、確かに俺なんかね、人になんかこう誇れるものもないですし、そんなにね。小野くんはいっぱいあるはずなんだけどね。あ、そうですか。ありますよ、あなた、人よりこうね勝っているものとかね。あ、あるでしょう。思いつくのはだからお酒が強いってことだな。そういうものがあるから飲んじゃうんだろうね。他にもいっぱいあるんですけどね、あなたの場合。それに気づけばいいのか、もしかして。そうだね、気づかしてくれ。気づけよ。自分で自分で気づかないと多分これは意味がないんだろうな。飲めるっていうことも自分で気づいてるわけだから。そうだね。参ったな、全く思いつかないから。じゃあ自分の良さが。ゴルフ頑張ってやるしかねえな。そうだな、俺はもうやるぜ。なんか上手になったみたいなことがあると、もしかしたら、ただあれなんだろうな、ゴルフ行って達成感を得られて、その後にさ酒飲んで、やっぱこの人のためにゴルフやってんだよなみたいな。最高だぜ、キューッつってな。何おじんとおじんが足されちゃうんだよ。激烈おじんになる。激烈おじんだ。そう猛烈おじんになるだけで。ネオおじんになっちゃう。そうだね。あんま意味ねえな。だとしたらやろうよ、だから。いや、まあそのうちやろうかなと思ってますけどね。ね、今竹内社長と相談してて。いや、そうだよ、青鬼さん多いんですもんね、だってね。多いんじゃないねえ、だってコンペやってたって、コンペやってました ね, ね、猛烈に不景気で金ねえ金ねえって言ってる中、弊社だけはコンペやってましたから。どこにそんな金がと思ってましたけど。そうよ、ええ、コンペって他の事務所の人が行ってもいいんでしょ。いや、だから誘われりゃってことだよね、きっとね。いや、これぜひね。いや、だから小野くんと厚生諏訪にそのコンペ参加しませんかの招待状を弊社が送るか送らないかの話でしょ。送るか送らないか、いやいやいや、行くぜ。呼ばれてなくてもやってくる。いや、呼ばれてないんだったら来られてもだよな。DGS だ。いやいや、 DGS の悪味を広げるんじゃねえ。俺がいねえのにさ、そもそも二人して DGS だっつってさ、はぁっていう風に言われるだけだぞ、あと知らねえだろうし、うちの事務所の連中そんな。どうも DGS ですよっつって。 DGS ですか、はぁみたいな。あのドライバー持っていくぞ。いやいや、来んなよ。はい、楽しみです、はい、では続いてのメール読みますよ、はい、ディアネームマーシャルさんからいただいております、神谷さん、小野さん、こんばんは、はいはい、私は半年ほど前から DGS を聞き始めた超超超新規リスナーです。いや、ありがたい、ね、先日テレビで外国人観光客の方々が日本のアニメの聖地巡礼をしているという番組を見ました、私がお二人のことを知ったのはアニメ進撃の巨人がきっかけで、大好きなアニメの一つです、なので原作の伊佐山先生のご出身の、大分県に聖地巡礼に行きたいと思っております、お二人はアニメの聖地巡礼で行ってみたい土地や行ったことのある場所はありますか、だそうでございます、まあ、僕は特にないんですけど、僕はまだ行けてないところで言うと、呉かな、呉、広島の、この世界の片隅に、いや、行けばいいじゃない。おん、これ待てよ、ちょっと待ってよ、俺はそこ行きたいんだけど、じゃあ神谷さんと僕が出た、一緒に出たものの舞台になったとことか、池袋でも行けばいいじゃんよ。手短なところ近場だな、おい。ゆらららの聖地巡礼でさ、近場すぎんぜ、おい。乙女ロードのあたりとか行って、そうそう、ゲーセン見て、あ、骨なんつって、じゃあ帰ろうかでいいじゃん。俺興味ねえんだもん、そういうの。でもなんかあれですね、聖地巡礼されている方いっぱいいらっしゃるみたいですね。いいんじゃないですか、それはそれで楽しそうだよ ね、 ね、そのまあ、地元の方はね、急にあの全く見かけない方々が急にわーって退去して押しかけて来られるから、まあ、迷惑に思ってらっしゃる方とありがたいと思ってらっしゃる方両方いると思いますけれど、まあ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 、そのなんだろうな、節度を持って楽しんでいただければ、そう、ね、やっぱりそういうやっぱアニメーションというものにね、携わっている我々としては、この業界が盛り上がることにつながりますからね。そうね、ぜひ。そうですね、これでも進撃の巨人で思い出したんですけど、なんか海外行った時にさ、あれ、それこそ香港だっけか、なんかガイドの方が
まあ、アニメファンだと、うんうん、でなんか何に出てるんだって聞かれたのを思い出した。あったね。そうで、まあ、向こうが言ってくる作品にことごとく我々がかすりもしなくて、うん、ずっとカミングスーンナルト、おー、うん、カミングスーンって言ってたのは、そうそう、出てねえからね、うん、結果未だに出てませんけれどナルトに関しては出てない、ね、結果出てないですけどね、うん、いやそう、それで、うん、とアタックオンタイタンっていうのが、うん、そう、その時にかろうじて知ってたっていう、のがすごいアニメ好きの、まあ、コーディネーターの方が次から次へと出してくるアニメ作品に我々はもうことごとくかすりもせず、うん、唯一進撃の巨人に助けられたっていう思いで、本当進撃の巨人にはいろいろ助けていただいてますけれども本当ですよ、はい、ね、その進撃の巨人があったおかげで半年前からこの番組を聞いていただけてるわけですから、本当ですね、本当に感謝しております。これからも、ぜひ聞いてくださいよろしくお願いします、はい、引き続き皆様からのふつふつとお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報です。アニメのミックスではスプラッコーパコパコニューミニアルバム We Will が、好評配信中です、うんうん、ミニアルバムをまとめ、購入の上ご応募いただいた方全員に裸のポストカードをプレゼントします。やったぜ。また、裸の、壁紙のプレゼントも実施中。いいのか。いいです。え、いいの。スパークルでしょ。スパークルでしょ、うん、あの裸です。ぜひチェックしてください。デフォルトなの。はい、続いて売れるためだったら裸にもなります。うわ、そうなんだ。スパークル、え、全梅、え、そんな広げなくていいよ。あ、そう、そうする、うん、なんか想像しちゃったからさ。あ、そう、うん、しな、大丈夫大丈夫、わかった、うん、続いてアニメロサマーライブ2023アクセル、アクセル1が8月25日金曜日からの3日間埼玉スーパーアリーナで開催します。アニメロミックスにてアニ様2023テーマソングハートビートアクセレーター1が配信中でございます。さらにアニ様2023のチケットの一般発売も実施中。今年は そうかアクセル1の役者さんが出るんだね。しか出ないのかな。そうか、うん、詳しくはアニ様公式サイトをチェックしてください。そんな広げるとこじゃねえか。 そうだね。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメのミックスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DJS チャンネルの登録も受付中です。有料会になると番組のアーカイブやおまけ放送 DJS 裏談話室が聞けます。さらに今週は加工音源のプロデューサーズカットバージョンとして2009年の1月24日放送分も配信。チャンネル登録よろしくね。では1曲お届けしましょう。現在 CD 発売中です。神谷博史、小野大輔で You and Me。 誰かの声が聞きたくてふとつけたラジオ、他の誰かの笑えるエピソード、私もいつかそんな風に今日の一日を受け入れ笑えますように。傷ついた痛みが優しさを教えてくれ、あなたに会いたい、あなたに会いたい、少しずつ少しずつまだ見る自分、誰かになるんじゃなくて自分以上に、見失いそうになるたび聞こえるおかえり、神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームキエさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。キエのお便り。今年中学3年生、受験生のディアガールです。私には好きな人がいます。
同い年でとても優しい男の子です。8月に近所で夏祭りがあり、好きな人を誘いたいのですが、恥ずかしくてなかなか誘えません。よろしければ上手に誘う方法を教えてください。お、中学3年生の女子からの恋愛相談ですね。そうですね、まあ僕らが一番得意としているジャンルですけれども。ですね。はい。まあでもさすがにね、うん、中学校3年生は若いね。お若いですね、本当に。よし、小野くん、中3の恋の相談に乗るために僕たちも気持ちを若くしよう。ということで、じゃあ引いたキーワードを使って好きな子を夏祭りに誘うエチュードをしよう。あれか、若手声優だ。若手声優、若手男性声優がとにかくイベントでやらされるやつだ。そうだよ。だ、気持ちを若くするってことだから。そうか、10年前の声優イベントベタベタ企画をやるんだよ。それっていいよね。キーワードを引いてやるんですけれど、あの例によってあの箱がありますんで、ああボックス、ボックスありますんで、これポンコツ箱ですよ。ポンコツ箱からあれだ、引くんだ、キーワード的なものを。これ1個引くの？1個引けばいいの？うん、オッケー、じゃあ1個引よう。お、じゃあ僕やります。早いね。テレッツ、覚悟は決まってる。ナマコ。ナマコ？なんだ夏祭りに誘うシチュエーションなんでしょ。うん、これナマコっていうものを生かしたキーワードに入れる。キーワード、だから誘うキーワードにナマコを必ず入れなくちゃいけないっていう、忘れた、この企画、こういう企画、やったっけこんなの。そんなの10年前にやらされてたでしょみんな。いやだってほら、そういう企画ってもう死滅したし、そういうことを書いてくる、構成作家ってみんな言ったじゃん。罰が重いな。みんなさ、罰として言ったじゃん。忘れちゃった、うん、処刑されるんだ。聞いたキーワード入れて夏祭りに誘うっていう。ああ、そうなんだ。そうで、ナマコをキーワードにして誘えばいいんだね。必ず何かどっか一文に入れなきゃいけないってやつですよ。うわ、これ俺すぐ終わるけどいい？いいよいいよ。うん、終わった。まあそういう、そうか、すぐ終わるパターンもあるんだね。はい。では行きますよ。好きな子を夏祭りに誘うシチュエーションスタート。なあ、マコ。夏祭りに行こうぜ。あ、なるほど。マコさん。あ、そうそう。うん、なあマコさん、行こうぜ。ナマコ入ってる。うん。うん、いや、なになに、どうしたの。ダメかい。これすごい。神谷さんがいつもに増してなんかおどおどしてるんで今。いや、だってさ、台本でさ、小野くんが、それでは好きな子を夏祭りに誘うシチュエーションスタート、で BG イン、神谷、かっこ、頑張るって書いたんだよ。あ、これなかなか見ないあれだね、トガキだね、これ。頑張るって書いてる。うん、で、SE カットオンが入ったから、もういいだろ。そっか、カットが入れば、もうそれ成立してるってことだ。そうだよな。うん、よし、いいだろ。じゃあ次、小野くん。今、いやすごい、最初からなんかちょっとなんて言うんだろうな、技ありな感じのやつ来たから。ああ、俺もう一発で決めたから。そうだね。ああ、小野くんだから時間使っていいよ。そうだぞ。何ちょっと短く収めてんだよ。ああ、ずるいぞおい。そんな技術、じゃあドドツ、はい、ドドツ、はい、キーワードは、お前で3人目だ。これお前で3人目だを入れて夏祭りに上手に誘うという、ショートコントをご覧いただきましょう。お聞きいただきましょう。どうぞ。よっ、待った。ごめんね、さすがに2時間は、ね、熱中症にもなっちゃうし、ごめんね、待たしちゃって。大丈夫。うん、てかごめんごめん。何で待ち合わせしてんの？2時間何で待ってんの？さ、それじゃそろそろ行こっか。いや違うよ。うん。誘うんだよ。お前すでに誘ってんじゃん。それ。ごめんな。今日お前で3人目だ。違う、俺が違う。あの、いやもうそれで、もう今から夏祭りに行こうとしてるけど違うんだよ。あ、何？夏祭りに誘うの。誘ってるよ、うん、あいや、おかしいじゃん。だってお前2時間待たせてて、じゃあ行こうかって言って夏祭りに今から行く感じになってんじゃん。つまりもう誘うことはさ、成功してるじゃんよ。2時間待たしてんだから。あー、なるほど。あー、もう来ちゃってる。
来ちゃってるじゃねえし。あ、気があるのかな。違う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 、3人目なんだからね。違う違う違う、小野さん、うん、セリフにもう振り回されてるから。あ、そうだな、違う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 、あ、違う、うん、ここはもう完全にオノゾーン展開中です、また企画ブレイカーのやつ。そうかそうか、そうか、誘う、まだ来てないんだ。夏祭りに、なんでその勘違いしてる状態なんで、もう一発やるんですけど、はい、次なんですけども、うん、ね、うん、2人から同時に誘われるっていうシチュエーションをね、あ、はいはいはい、やろうじゃないかと。ワードは1つ、ワード2つ、それぞれ、ワードも2つ、あ、そうか、それぞれか。じゃあ小野くんからまず引いて、僕先に引きますね、うん、じゃあ、はい、そうだよ、だから勘違いしないようにね、好きな女の子がいて、まだ誘えてないのか。そう、誘えてないんだよ。だからその好きだっていう気持ちも伝えてないし、とりあえず夏祭りに一緒に行って、そこであわよくば、告白もしたいみたいなことだからね。小野さん分かってますか。先に言ってくんないと。それ分かったよ、もう全然十分よ。ボケが。じゃあ、これは傑作だ、はい、いや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 、うん、どうしたかなこれは。おやおや、発表します。じゃあ発表しようか、キーワード、はい、どうぞ。じゃあ僕から発表しますね、はい、ギュインギュインギュインという、すごいね、擬音できたね。そうですね、擬音ですね、これ。僕はですね、あのお相撲さんっていうのが出まして、お相撲さん、どうしたもんかね。だそれを誘い文句の中に入れ込んで、自分が好きだなと思っている女の子を夏祭りに誘おうと、そういうことでございます。なるほど。ということで、これむずいな。それでは、好きな子を夏祭りに誘おうと思ったら、もう一人誘いたい男がやってきたシチュエーション、スタート。グイグイグイーン、どうもどうもどうも、俺です。元気にしてるかな。いやいやいや、びっくりしてるよね。そりゃそうだよ、ギュンギュン言いながらね、近づいてきたらビビるよね。どすこい。おっと、誰だお前。エドモンド本田です。うん、いやー、スーパー頭突きでやってまいりました。なんだお前、気持ち悪い。どうもどうも。ちょっといや、ごめんごめん、ちょ、俺この子と話があるから、マコと話があるから。ところでさ、チュンリー。違うんで、チュンリーじゃねえんだよ、マコなんで。どけよお前、マコじゃねえよ、チュンリーだよこいつは。何言ってんだよ、うん、こいつは今日俺と一緒に、あの夏祭りの矢倉の上で対戦するんだからさ、うん、1対1でさ、はい、うん、俺の百裂張り手が炸裂するぜ。なあ、行こうぜチュンリー。お、出たな、スピーディングバードキックだ。スタップ。あのさ、お前はさ、お相撲さんを演じてるよな。そうだよ。違うね、誘い文句の中にお相撲さんっていう言葉を入れろっつってんだ。この後チュンリーが聞いてくるんだよ。あなた誰って。ん、俺お相撲さん。違うよ、エドモンの女って言ってる以上エドモンの女だと思ってるじゃん。あなた誰とは聞かないよ。聞かないかな。聞かないよ、だって急にスーパー頭突きで来るんだぜ。いやいや、スーパー頭突きで俺エドモンの女って言っただろ、うん、ところであなた職業はって聞く。誰が聞くんだ。言わないだろ、だって喋んないんだから、一方的に俺らが喋って誘うんだからよ。あ、好きでしょお相撲さん。ちげえわボケ。時間です。ということで、ディアネームキエさん、時間ですの終わり方は裏談話室だっつの。ということで、ディアネームキエさん、僕たちの勇気、君に届け届け。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今週は小野くんのボイスを配信します。スピカさんからリクエストをいただいたこちらのセリフです。平成おじさん、平成のことを教えて。まさか。引き続きこのディアボイスであなたからリクエスト待ってます。来週は神谷さんのボイス配信します。お楽しみに。誰かの声が聞きたくて。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。はい。小野さんはさ、10年前とかさ、20年前新人だった頃にさ、うん、この企画が来た時どうやってやってたの。うん、さっきの通り。今みたいな、まあ、あの時よりは多少上手くなってる方だよ。嘘でしょ。まだは、まだ上手くなってる方よ。あ、そう、うん、
まあ僕もやってることはおおよそ変わってないと思うんですけど、なんかそんな甘いセリフを入れて告白みたいなのはなんかもう昔から痛々しいなと思ってたから、必ずなんか笑いに変えようと思ってやってましたけれど、そうね、甘いセリフってなかなか自分からね01で発せないですよね。無理っすよ本当に、そんなの無理っすよね。まあ今回はあのなんていうんですかね、純度 100% のオノゾーン展開をね皆さんにお聞きいただきました。怖かったでしょ。番組で皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの宛先こちら、郵便番号105-8000に文化放送、神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの回です。なあ、俺の焼きトウモロコシ食わないかはどうですか。裏で話そう、裏で、うん、夏祭りに誘う時の、いいから、あのメールアドレスはこちら、すべて小文字で djs@joqr.net、 djs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらの方からお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。俺の焼きそば、さらにニコニコ、DJS チャンネルの登録も受付中です。有料会になると翌週火曜日におまけ放送 DJS 裏騙しが聞けます。俺のそしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています、うん、ということでここまでのストーリーテラーは神谷浩史と、あ、小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第853話に続く。この番組はロワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。あなたに